普段は、まあ、その練習というのはほぼしていなくて、まあ、ハレリアのレース大会の結果とか、まあ、実行ラインの出入りですね、ゴーゼルテクニック、あれの結果とかは参考にしているので、まあ、練習というとかないんですけど、もちろんそういう知識の収集点では、まあ、それが練習になるのかなと思います。感想としては率直に言うと、人が多いなっていうのが一番で、やっぱその PPTQ とか人が減ってるって話を聞いてるんで、やっぱレガシーというフォーマットすごい人気あるんだなっていうのを感じました。やっぱレガシーっていう場は結構その何でも勝てる人気あると思うんですね。まあ、カードがすごく強いんで、なんでその自己表現の場っていうのもあるんですけど、好きなカードを使って好きなデッキを使うのがいいかなと思います。楽しんでいければなと思っております。はい。